野崎チャンネル。さあ、ということで、2月9日金曜日ですけども、今日はなんと沖縄本島、全チームお休みでございます。ということで、その時は本島から、沖縄本島から石垣島、日帰りですね。日帰りでロッテのキャンプを見てきました。今日沖縄地域で練習しているのがロッテだけということでね、朝7時20分の始発の飛行機で行って、そして夜、着のね、沖縄那覇で、飛行機で日帰りで行ってきましてですね。だからちょっと動画をね、出すのが遅く、なりましたけどもね、しっかり。でも今日石垣島ね、ちょっと午前中雨で、室内の練習っていうところで、まあ、ちょっとね、なかなかしかも1、2軍全員で練習するからね、結構バタバタしてる、感じでしたけども、しっかり視察行ってきました。そして、日刊スポーツの今日の記事になってますから、ぜひ読んでもらいたいというところと、まず今日のトピックスは、皆さんが一番今聞きたいニュースはこれじゃないのかっていうね、トレンドの1位にも上がってました。田中はトレード情報を直撃して聞いてきましたよ。これも佐々木にしか今のね現状なかなかできないっていうところで、本人にも含めて関係者も含めて田中のトレード情報をね聞いてきました。まあ SNS 上でね、トレードじゃないのかっていうところになったんでね、まあ球団から発表がないんでね、まあ球団の発表がある前にね、そういう風にね出るのかどうかっていうところはありますけどもですね、まあこのね事実と、しましてはね、まあここで3時がね皆さんに発表しようっていうね、ところもあるんで、これはもうね本人にも許可もらってるんで発表していいっていうね、唐川選手トレード先がですね、決まりまして、それはどこかっていうとですね、ロッテに残留という形になりました。だからトレードありません。はい、誤報です。完全に誤報です。まあ何が起きたかっていうとですね、まあ唐川選手がバックをアップ終わったぐらいの時ぐらいだったのかな、本人が言うにはね、荷物を持ってで2軍の、ところからね荷物を持って移動する手前で、そのね握手ね、関係者の人とかね、浦和さんとか選手とかにね握手してたのが、これもトレードじゃないのかっていうね、ところが、写真が出回って、しかもその時にね、佐々木朗希が一緒に練習してたから、佐々木朗希を見るためのファンの人がいっぱいいたらしくて、でそこのね写真が流出したトレードじゃないのかって話があったけども、まあ、その真相はですね、その荷物を持って球場から移動しようとしてたと。で移動しようとしてたところで、スタッフの人に投手会があったらしくて、そのね投手会のお礼、ありがとうございましたと、投手会のお礼に握手してたらしいね。あ、これもありがとうございました、投手会ありがとうございましたっていうようなね。であとは外国人選手、新規加入の外国人選手がいたから、そこ挨拶してなかったから、その新規加入の外国人選手に、あ、カラカですよろしくみたいなね感じの挨拶してただけ。だから真相は、ただグラウンドを移動しようとしてた時に荷物を持ってた、プラス投手会をした時の俺、新規加入の外国人選手の挨拶、これです。選別のさよならのやつじゃないのよ。田中本人言ってたよ、めっちゃ連絡来たっちって、これがトレードなんちって、みたいな、どういうことですかみたいな、ね、めっちゃ連絡来たっちってたよ。だからロッテファンの皆さん、田中ファンの皆さん、真相は田中はトレードじゃないです。ただ挨拶してただけです。俺のこれが真相です。本人にもちゃんと聞いてました。もうみんな笑ってたよ。ロッテの選手のメンバーはね。皆さん、だからね、勘違いですよ。フェイクニュースに騙されてますよ。っていうところで、まず最初にね、からかわトレードニュースお伝えしました。で続いてまずね、まあ、今年の週、さっきもね、言いましたけども、ちょっと雨だったんでね、なかなかね、ゴミゴミしてて、んで、練習もね、いろんなところでできないから、ちょっとね、短縮気味に、しかも1、2軍合わせてっていうところもあるんでね、なかなかね、見えなかったっていうところもありますけども、その中で気になったところでね、今日出したね、サバイバルポジションで、高部がなんか手術するかもどうかもしてくるから、なかなか開幕無理になっちゃうってね、あの時は言ってましたけども、高部ね、元気元気。で、本人に聞いたら、今年行きそうなんですよ。もう行きます、大丈夫ですって言ってたから。で、しかもバッティングも練習したらめちゃくちゃパワフルに打ってたから、これはね、ちょっと今年高部はね、期待だね。これでセンター高部がハマるとね、まあスピードも使えるしね、左方向への逆打ちっていうところ、粘り強いね、ところもあるし、攻撃の中ではね、かなりね、ワンランクもツーランクも上がるような、ね、この打順の打線の組み方っていうのもできるしね。だからね、高部はね、もういけます。練習見てきた。めちゃくちゃ、強いスイングのバッティングもしてたし、いい感じで振ってたからね、これはね、かなり期待してもいいかなと。でね、もう一人、俺この選手いいじゃんと思ったのはね、背番号ね、68番ね、内野手2年目の、金田裕太選手、浦和学院からロッテに入ってっていうところで、スイングがね、めっちゃ綺麗。下半身もしっかり使えてるし、ボディーターンもできてるし、軸の周りもいいし、
このね、バットの軌道とかもめちゃくちゃいいし、めちゃくちゃね、いい感じで打ててたから、まあ昨年はね、2軍で70試合出て打率2割1厘というところで、まあ高卒1年目っていう、ところもあるしね、でも、ね、7月以降は打率2割9分5厘で、ね、結構、いい形でね、収めてるっていうところで、まあ内野手っていうところもあるからね、まあショートでね、うまく打てるようになって座ってくればっていうところではね、めちゃくちゃ楽しみな、存在になるけども、ね、まあどこ守るかっていうところはあるけども、ね、体もでかいし、めちゃくちゃバッティングもね、室内だったけど、いい感じで振ってたから、いやめちゃくちゃいいじゃんって言ってね、福良さんと話してて言ってたけども、これはねめちゃくちゃ期待したよね、金田選手ね。あともう2年ぐらいで出てくればね、大型ショートで勝負できるんじゃないのかなと。183センチね、めちゃくちゃいい練習してた。で、続いてね、新人の上田久斗選手ね、練習したけど、大松によく似てるね、福良さんと話してて、まあ、まず背番号が10だからね、大松勝率によく似てるっていうのもあるけども、大松よりねフォームよく似てるの。大松よりね、このここのね入りがねコンパクト、大松はどっちかっていうとね、ドーンってね、ブーンって振っていく。でも柔らかさあったかな、バツはね、この柔軟性ね。で上がね、こうコンパクトにフッてね、振れるっていうところでは、大松みたいな感じでね、これまあ、長打も打てそうだし、これは面白いね。あとはサバイバルポジションの時も言ってたけど、どこ守るかだね。まあ、サード中村っていうところもあるし、ファーストなのか、まあ、俺は外野も練習したからね、もともと外野もちょろっとやってたっていうところも聞くからね、外野もね、できるもんだら練習した方がいいと思うし、まあ、セカンドとかもうどこでもやれるとこは練習してね、まあ、これはもうバッティングね、期待したい、力強さもあったしね、まあ、いい感じかなと。でも今日ね、ライバルの藤岡がライブ BP でね、いきなりライトスタンドにぶち込んでたからね、去年も藤岡ね、いい感じで来てたからね、ここから去年のやつをね、今年に向けてもっとね、藤岡もいい感じでいけばね、セカンドもね、ベストラインうまくいったら狙えるからね。正直どのチームも浅村がサードにコンバートするって言ってるしね、セカンドパリーグ絶対的やっていうやつセカンドいなからね、藤岡がね頑張ればベストラインもいけるからね、ぜひ頑張ってもらいたいなっていうね。だからバッティング練習見てたらこのね、金田、そして高部ね、上田久斗、この3年はね特に目についてね、めちゃくちゃいい感じで、ね、室内でバッティング練習してたから、これ今年ね、まあ、今年というか、まあ、金田はねまだ若いんで近いうちに期待したいし、高部は今年食っていくところもあるし、上田久斗もね、もしポジションの兼ね合いがうまくいけばね、ひょっとしたらいい感じで一軍で活躍できるっていうところもあるかもしれないからね、そういったところではね、ぜひ期待してもいいんじゃないのかなっていうところがね、まあ、野手のね撮影が目についたっていうところでしたね。そして続いてはですね、まあ、今日のね日刊スポーツと、まあ、新聞にもね明日のトーカル地面に、載りますし、そしてネット記事はねもう上がってますけども、もう増田選手にね、今日は取材をして、まあ、今日というかこれはねもうキャンプ前から、キャンプ前の時から増田にね連絡していろいろ聞いたり話聞いたり、取材してメニューを教えてもらったりしながら、まあ、キャンプ地に行ってもう一回話聞いたりとか、あとはトレーナーの先生とかトレーニングの先生とかに話を聞いて、そして取材をして、まあ、今日でね、まとめた記事ってなってるけども、その、分かってる人もね、多くいるんだけども、変な方向に行って、全く分かってない人もいるから、俺はまあこのね、まっすーの今までの頑張りと、まあ今年ね、もう必ず250セーブ、日米通算も合わせて、今ね、4人、岩瀬さん、佐々木さん、高橋さん、そして平野、去年のね、この4人しか達成してない、5人目になることはね、間違いないからね。まあ、もしくはね、松勇気がね、いるんで、まあ、ひょっとしたら6人目になるかもしれないけども、まあ、今年ね、元気でいけば必ずね、250セーブ迷宮会になるっていうところの、増田のね、これまでの頑張りと、どういう練習方法をして、ここまで良くなってるのかっていうところをね、まあ、世の中の人に、伝えたいっていう思いがあって、まあ、記事にもしたっていうところと、まあ、最近ね、その、ランニング不要論っていうのがね、巷になったり、若い世代に広まってたり、ちょっと間違った方向で広まってるところもあるからね。だから、ダルビッシュとかもね、ランニングがいらないって言ってるわけじゃなくて、その長距離走ね、10キロとか20キロとか走るのは意味ないとかね、その罰走で走るのは意味ないけど、別にダッシュ系とかね、そういうのを否定してるわけじゃないけども、多くの人は0-100で物事を考えたがるから、そのダルビッシュの一つのコメントを取ってね、そんなこと言ってないのに、もう走るのは全否定、筋トレ、ウェイトトレーディングは全肯定みたいなことになってることが、ちょっと違う方向に行ったりとか、アマチュアの野球の関係者の人に取材しても、その走ることの大事さっていうところ、別にその10キロとか20キロ言ってるわけじゃないよ。だってまあね、松田がやってるインターバルでも360メーターとか走ったりするわけよ。ってなった時に、
あのダルビッシュはあのダルビッシュさんはあのその走るの意味ないとウエイトした方がいいって言ってますっていうように普通に言うらしいのよ。学生がね、大学生もそうだし高校生もそうだし言うらしいのよ。でも知ってる人は知ってると思うけど、そういうのを全部必要じゃないって言ってるわけじゃないじゃん。でも走ること自体を必要ないと捉えてる人が多いからね、分かってる人にとったらそんなこと意味じゃないよって言うかも分かんないけど、あの分かってない人も結構いるから、特にアマチュア学生の人には。だからそういったところでもね、これ0100じゃないんだよと、ウェイトが0で、ランニングが非じゃないんですよと、でランニングが0で、ね、0でウェイトが非でもないんですよと、どっちも0でなんだっていうね、あのっていうところを伝えたいっていうところでね、で増田がねそういうトレーニングをしてるっていうところで今日ね、原稿のね、記事にしてみたんだけども、まっすーはね、ウエイトトレーニングを、まあ、やらないらしいと。で、それで、なんでやらないのって聞いたときに、ウエイトトレーニング、筋トレをね、そのダンベルとかバーベルとか、使ってトレーニングすると、まあ、体にすぐ変化が出て、ね、こう筋肉がついて、体重が重くなったりとか、体が大きくなることによって、その感覚が全部、その自分の感覚が違ってくるらしくて、その投げるっていう投球動作のイメージが出てこなくなるらしいのね。だから、その自重でのトレーニングっていうことが自分に合ってると思って、そのウエイトトレーニングが向いてないっていうね。だからウエイトをすると、すぐ体が張って体重重くなって筋肉ついてパンパンになってくるみたいな感じが、まっすぐとか合わないらしいのよね。だから自重のトレーニングに切り替えて走ることを重視してやってるっていうね、ところで、で、どういうね、メニューやってるんですか、一例教えてっていうね、言ったところで、その一例で、で、教えてもらったのが、まあ、これ一日でね、言うと、ポールポール、まあ、ポールポールね、レフトボールからライトボール、まあ、大体このフェンス際で走ると180メーターぐらいあるのね。このポールポール、だから180メートルを20本しますと。で、その1本を45秒以内。で、45秒以内についたら60秒休憩して、またスタート。で、これを20本やりますと。で、計3600メーター。続いて、ポールポールを45秒以内で60秒スタート。で、今度は、ポールポール往復、ライトからレフト、レフトからライト、これ往復を90秒以内で130秒休憩してスタート。で、今度はポールポールを、1往復半を135秒で、で150秒休み。で、最後はポール2往復を180秒以内っていうのが1800メートルだ。で、続いて、グランド一周。グランド一周だいたい180メーターを、これを右回り左回りを4本っていうね。で、1本目が100秒以内。で、2本目が95秒以内。で、3本目が90秒以内。で、4本目がその日のベストタイムで走るっていうところを1540メーターっていうね。で、K で言うと、その1日6920メーター。だから約7キロ、7キロを走ってるわけよ。だからこのね、インターバル走っていうとね、約7キロだからね。7キロをインターバル走するわけ。果たしてこれをね、俺からしたら、これは走るトレーニングなんだけど、結局、アマチュアの人たちは、こんなに走るのいらないって多分捉えるんだよ。多くの人は。ダルビッシュの、その走ることはいらないっていうところを、多分ここまで走る必要ないっていうに捉えるから、これ増田は、ここまで、約7キロを、その休憩も含めて、タイムをしっかり測って、測ってるわけ。で、次の、日のメニュー。155メートル走を4セットやります。ね。で、それを、1周40秒。で、走って、40秒休憩してスタート。で、2周目は80秒。で、80秒スタート。で、3周目は110秒。で、110秒スタート。で、4周目は150秒。150秒スタート。っていうところで、1550メーター。かける4本。6200メーター。やるらしい。で、休憩10分取って、で、次は、50メートル、3往復を、10本っていうね。で、その10本もタイムをしっかり計算されたタイムの中で走っていって、で走行距離が、3000メーターで、6200と3000メーターで、9200メーターだから約10キロをのランニングメニューをこなすのよ。ダッシュ系で、あとはインターバルだから、まあ、中距離走だねをこなすわけ。約10キロだよ。これ見た時にすげえなと思って、俺はできひんなって言って、ここまでね。だからほぼそのタイムに応じて走っていくわけだからね。で、そういうのをしっかり負荷かけてやっていって、下半身を強化して、あんまりウエイトをね使ったトレーニングだと体が大きくなりすぎて感覚わからないくなるところをしっかり自重でトレーニングして、走ることを重要して自分のパフォーマンス能力を上げていってるわけよね。で、そうする練習の中ではね、このロングインターバルで乳酸の処理能力を上げるっていうところがあって、まあ、そのね、インターバル走することによって心肺機能が強化できて、で、スピードを上げるときと
ジョグするときで筋肉かかる負担が違うから脚力の向上にもつながるし、ロングインターバルは疲労への耐性を高めて乳酸を使う能力を上げることに有効という研究結果が出てるらしいんだよね。で、ロングインターバルのトレーニングをすることで乳酸をエネルギーに転換できる能力を養うことができるというところがね、まあ、要約するとあるんだけども、そういうように乳酸の処理能力を上げて、そういう乳酸をエネルギーに変えていく、そうすることによって、疲労を軽減する、もしくは回復能力を高めるっていうね、効果が体の体制に出てくるわけよね。だからそういうところを日常的に日頃からしっかりマストは計算されて、その走ることへのトレーニングをかけることによって心肺機能を強化、そして心肺機能を使いながら乳酸を貯めたことによることの処理能力の高さ、そしてそれをエネルギーに変えていく体の仕組みっていうことを作り上げていることでね、この今までのね、長年大きな怪我もなく、それはもちろんね、調子の良し悪しはあるよ、調子悪いシーズンとか調子いいシーズンとかあるかもわかんないけども、大きな怪我もなくここまでしっかりね、戦えたことで、あとね、250セーブまで32セーブにね迫ったっていうところでは、このまっすんのね、トレーニングの仕方っていうところもね、多くの皆さんの指導者の皆さん、もしくはね、多くのアマチュアの選手たち、もちろんプロ野球の選手たちもそうだけど、多くの皆さんの参考になるところはあると思うのよ。ランニングメニュー、走るメニューの中でこういうインターバル走だったりとか、いろんなね、競技の中での走ることによって、その乳酸を除去する能力ね、乳酸をエネルギーに変えていく能力を自分に蓄積して、疲労をためない、疲労から回復するのを早くする、そして大きな怪我することなくパフォーマンス能力を上げていって、体をしっかりビルドアップしていくっていうね、っていうところは学ぶべきことも多いと思うしね、そういうことをやって、だからそういうことをやってるっていうところも、まあ、この世の中に伝えるのも俺ら解説者評論家の仕事だからね、だからいいものがいいっていうところでね、こういう走ることによって自分を強化して、疲労をためないでベストパフォーマンスをしていって、長年プロ野球の世界で結果を出して250セーブまだ4人しか日本では達成してない記録に達成しようとしている選手がやってるメニューっていうところでね、ぜひ紹介したかったんで、だから別にこれはね、ウェイトトレーニング、筋トレを否定しているわけでもない、筋トレもいいね、でも走ることもいいね、それは選手個々が合ったやつをやらなきゃいけないから、だから最近ね、思うのが、まあ、俺が言うのもなんやと思うけども、何を言ったより誰が言ったでその話が正しい間違ってる、好きな人が言えば正しい、嫌いな人が言ったら間違ってる、実績がすごい人が言うことは正しい、そうじゃない人の言うことは間違ってるっていうことで、何を言ったより誰が言ったでね、その、ことを賛否が分かれて広がっていくのはちょっと危ない傾向もあるからね、いろんな側面から見て最後選ぶのはその人本人だし、ひょっとしたらね、ここからいろんなところ取材ね、アメリカでもめっちゃ走ってね、成績残したメジャーリーガーもいるらしいからね、だからそこら辺をめっちゃ細かくね、取材していけばね、ひょっとしたら10キロ走るね、これが俺にとってはめちゃくちゃいいトレーニングなんやって、それでめちゃくちゃ実績を上げて結果も残した人も今の現代でもいるかもわかんないからね、調べれば、だからね、どっちが是でどっちが非でもないからね、自分に合ったものを探していかなきゃいけないし、ウェイトトレーニングも必要で、しかも合わないやつもいるかもしれないし、走るのが必要で走る方がいい、もしくは合わない選手もいるだろうからね、そういったところはね、いろんなことを試みながらね、やることがね、その選手に合ったものだからね、そういったところはね、チームでやるとね、一緒くたに全員が同じことやらないっていうところもあるからね、それはそれでしかないからね、高校野球で一人の監督で人一人全員に違うメニューとかそんなやらせれないからね、それはもうなかなか難しいところがあるっていうところはね、考えてやっていかなきゃいけないと思うけども、いろんなことを考える中でね、成果を皆さん上げてほしいしね、走ることはね、その走ることがウェイトトレーニングでカバーできるね、同じようなことができるっていうことは、そのウェイトトレーニングも走ることで同じ効果を望むべきこともあるわけでしょ、ということは、まあ、どっちでもいいってわけじゃんね、しかも心肺機能を上げるっていうのはやっぱ走ることの方が、まあ、エアロバイクとかもあるけどね、走ることの方がやっぱより効果があるっていう研究結果もあるみたいだしね、そういったところではね、こういうマスターがね、今までやってきたこととか今やってることとか、この大記録に挑む裏にはね、どういうことをやってきてね、大きな計画にできてるのかっていうところをね、ぜひね、多くの皆さん、アマチュアのね、指導者、そしてアマチュアの選手、ね、他のプロ野球選手にもね、伝えたいと思ってね、取材ちょっと長くね、取材
させてもらって、いろんな人にも聞いてね、あの動画、も撮らせてもらったし、この日刊スポーツの、ね、評論の方を読んでほしい。もうちょっとね、ちょっと俺も喋りどうなのか分かんないからね、もうちょっと細かくね、あのしっかり書いてくれてるからっていうか、書いてるからね、それをね、あのぜひあの一緒に読んでもらいたいと思います。ということで、松野、そしてね、千葉ロッテマリーンズの関係者の皆さん、佐藤のね、取材にいろいろ答えていただいて本当にありがとうございました。ね、まっすんとね、関係者の皆さんが納得できる答えをね、佐々木が発信できたかどうかは分かりませんけどもですね、残りね、32セーブ、ぜひ頑張ってね、あの250セーブ、元気にね、達成してください。今年、いけるでしょう。期待してます。ね、ということで、今回の佐々木チャンネル、以上です。皆さんね、コメントなんで皆さんの意見お待ちしてます。それでは。